YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三崎です。今回ご紹介していきますお車、こちらになります。はい、こちらハイエースワゴン GL、 そして内装仮装がフレックスオリジナルのアレンジ AS ですね。こちらの車ご紹介していきたいと思います。で、ベースはガソリン肉ですね。こちらの車の方ご紹介していきます。ではまずトヨタメーカーオプションからですね。まずこちらトヨタセーフティーセンスとパノラミックビューモニターのカメラ、そして前4点インテリジェントクリアランスソナーと LED ヘッドライトと LED フォグランプ、こちらすべて装備しております。はい、で続きましてフレックスのカスタムご紹介していきます。まずこちらがガッツミラー、ボディと同色でパールホワイト、同色塗装しております。で下見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのデルフィーノライン の, フロントスポイラー、こちら取り付けしております。はい、続いて横回りなんですけれども、こちらの車車高の方2インチローダウンしております。なので純正車高よりも5センチぐらい低くなっています。5センチぐらい下がったら運転席、助手席、乗り降りが非常にしやすくなります。で続きまして、こちらがフレックスオリジナルのデルフィーノラインオーバーフェンダー、こちらつけることによって2インチよりもさらに低く見えることができます。で続きましてタイヤホイールですね。タイヤがグッドイヤーナスカータイヤ、そしてホイールがフレックスオリジナルのデルフ02アルミホイール、こちら17インチセットでついております。はい、で続きましてリアですね。リアこちらまずデジタルインナーミラーのカメラと、フロント同様にリアにもインテリジェントクリアランスソナーが4点ついております。でもちろんこちらにバックカメラもついております。でイージークローザーもついております。でこちらのお車、片側電動パワースライドドアで、反対側に小窓が1枚あるお車になります。ではまずアレンジ AS の内装どうぞ。はい、アレンジ AS の最大の魅力ですね。こちらレボシート、高価なシートが取り付けしております。こちらの車停車時には後ろ向いて後ろの 4名様座れる席と対面乗車できたり、でフルフラットになったりする便利な、とても良いシートとなっております。で続きましてこちらですね、フローリング、床を家の床のようにもフローリング施工しております。なのでお手入れが大変しやすくなっております。でこちらがアルパインの 12.8 インチの、フリップダウンモニターとなっております。でフロント2脚と一番後ろの、4列目ですね、こちらフレックスオリジナルのシートカバー取り付けしてあります。で前のナビはアルパインビッグ X 11インチのナビついております。でバック入れると、こちらがバックモニターの映像と、こちらがパノラミックビューモニター、上から見たような映像が流れてきます。こちらボタン一つで切り替えることも可能です。はい、でこちらが先ほどご紹介しましたデジタルインナーミラーですね。こちらレバー一つで切り替えることも可能となっております。はい、で前がハンドル、シフトノブ、そして前のパネルですね、こちら艶ありの黒木目、フレックスオリジナルのもの、3点コンビでつけております。でもちろん助手席エアバッグと100ボルトコンセントもついております。
はい、いかがでしたでしょうか。ガソリン肉のアレンジエース、そして前のナビは11インチ、後ろのナビは 12.8 インチ、アルパインの大きいモニターがついたお車、当店ご入庫してきましたので、気になった方はぜひお早めに当店の方までご来場、お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。